亡くなったのは大津町に住む女子中学生です記者会見を開いた大津町によりますと女子中学生は先月26日から中高生や町職員の合わせて12人で姉妹都市のアメリカ中西部ネブラスカ州のヘイスティングス市を訪れていましたしかし日本時間の今月1日午前4時ごろ市内のプール施設で溺れライフガードに救助されましたが 意識不明の重体で現地の病院に運ばれました溺れた場所の周辺は水深が徐々に深くなっていて最も深いところでおよそ4メートルありましたその後日本から保護者も駆けつけて現地で治療を受けていましたがきのう午後2時半ごろに亡くなったということです町は今後参加した生徒の精神的なケアや管理体制の見直しに取り組む方針です